の子供が飛行機飛行機って帰ってきたんです。それでもう家に入った途端ピカーンドカーンっていうところまで覚えているんです。そのうちにあちこちから早火事焼けなあち逃げんば焼けするぞ早逃げんば焼けするぞって言われる声で、もう火はそこまで来よるとにと思ってですね、もう必死の思いでそのお腹をね裂きながら出ました。もうその痛かったこと痛かった長男あの隆がぐたーっとしてあの黄色かね可愛いか服も着せとったのにもう血だらけでもう見られんような状態でもう死んだようになってたんです。もうろうそくの火をつけたり消したりしながらねもうガラスで自分のいたかとも何もねこの子供のこともでいっぱいで夜になってあの長男あの隆が母ちゃんって言ったんです。もうその時ああ嬉しい生きとったばいいねと思ってですねもう嬉しかったです。一朝かけて一晩寝て見てみたらね明くる日になったら家族の人がね自分のうちの子供よとか全部安否しながらね死んだ人をひっくり返してね確かめてるんです。わからん、いや違う恋も違う恋も違うってねその死んだ人が顔はもう何も焼けているけど誰かわからん着物とかなんとかでわかるとかそれもわからないんです。そうとあれが生き地獄っていう言わんばなんて言うやろうか。もうほんと今でもねもうねもう今元60周年になっててもまだその時のことを思い出されますよ。2、3日になったって、ね、吐く息から出血するし髪の毛はズル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 抜けるしね、ほんと根源ね、もうさ髪は砂漠とも泥と血で固まってるでしょ。頭も洗われんし、でこしてもこうしすればズルズルって髪毛の抜くとですよ。近所の人に来て、あらトヨミちゃん生きとったねよかったね元気ば出さんばったよ。元気ばださんばんだよって言ってくれた人がですねもうバタ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 1ヶ月ぐらいにもう亡くなってしまったんですよ。そしてその防空壕の前にね木をこう踏んでねそして下上焼くわけです。そして井戸の水を汲みに行くとにもその死体はそのままね焼いていくだけに骨のいっぱいあるわけです。その骨を踏んだくていかんべが草かとの草の中と、とにかくびっくりする。もうほんと毎日毎日自分でやかんばとですもんね。ちょっと仕事するしているとねめまいがするんです。でめまいがしたらね白球が人の3分の2ないそうです。だからもうしょっちゅう具合が悪くなってねそれでも働かんばいかんしね27年にね生まれた子供がですねあの目のなんかおかしかねって言うけどこの人の目はねグリオームっていう目の癌よってね、これはねだんだん体が枯れ木のようになって頭はこう膨張してねもだえ苦しんで死ぬとて、また五男が生まれた時にねああ
この子が生まれ変わったとね、よかったねと思った時にですね、もうまたやっぱ目の少しおかしになったって言ったら、やっぱしグリオームという目のがんって言われたんですよ。どうしてね、私だけはこんなにね、もうその時本当に原爆恨みました。原爆さえ落としてなかったらね、お医者さんの話ではですね、がんになる率は人の倍以上、そうです、原爆にあった人は。アメリカの国連総会に参加させていただきました。あのマンハッタン計画に携わったジョン・ゴメリっていう3人のね、あの博士の方が来られて、あなたは私たちを恨みますかと言われた、アメリカを恨みますかって言われた時に、私は、はい、最初もう恨みました、恨んで恨んで、もうこんな地獄はない、もう絶対私はもう恨んでましたけど、この苦しみをね、アメリカを恨むんじゃなくて、あ、そのアメリカの人にさえねしてもらいたくない、この原爆の恐ろしさをね訴えてまいりたいと思いますって話もしました。小学校に行って被爆体験を話して、子どもさんたちからこうしてね、本当折り鶴とか寄せ書き、手紙、そういうのをいただいてね、今までおりましたけれども、私は生きている限り、生きて生きて生き抜いていくとね、必ず原爆のことを話して、三度原爆を許すまじっていうことをね、私は死ぬまでもう生きて生きて生き抜いて、このね使命を果たしていきたいと思います。私ね、与えられた使命と思っています。